い、こちらですね、宝船さん。しかもね、あのここすごいのがせんべろセットが、え、ゆうじさん、ありがとうございます。あ、じゃあここせんべろセットが、せんべろっていうかね、1000円でチケット4枚いただけるのかな。でこれね、これね、どういうシステムになってるかいまいち僕はあんまり分かってないんですけど、このね、おかずの並びがこれすごいんですよ。当てが美味しそう。これどういうシステムになってるんやろ。ちょっとね、システム伺わないと僕は想像つきません。分かりませんけどね、これすごいですよ。めっちゃ美味しそうなばっかり、ずらっと並んでるんですけど、これ多分チケット何枚かで買えれるんでしょうね。これこう宝、こうなってるチケットいただきました。これドリンクは何枚使うんですか。1枚。食べ物はいろいろ。はい。1枚で2杯。アソフトドリンクはね。で普通のアルコールは1枚で1枚ですね。で食べ物は2枚とか3枚とかあるんですか。だいたい1枚。安っ。そうだ。ありがとうございます。これ安いわ。食べ物ほとんど1枚食べれるというか、これすごいですよね。おでんなんか3個でチケット1枚。 おでんも食べてる。これはちょっとすごいお店で発見しました。締めにご飯と味噌汁、これもチケット1枚。これすごいチケット制になってて、これ1枚で食べるんですか。食べるんでしょうね。1枚ほぼ1枚とおっしゃってますね。これすごいですよ。ごまさまとかもあります。あ、これここはほら、1000円でこれ1000円で1人4枚 4枚やったんですよ。4枚ですよね。ということは5人やから20枚あるんですね。そうですね、はい。すごいシステムですわ。ここはちょっと沖縄のせんべろ、ちょっと顔負けですと思いますけど、どう思います。いやいや、そうですね、すごいですね、これはちょっとすごすぎます。どうしてもですね、今からですね、山田さん、はい、皆さんと一緒にですね、飲んでいきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの宝船さんはね、正真正銘のせんべろです。びっくりするのがね、1人1000円払ってね、これとりあえず4枚カードもらえるんですけど、これね、あのお酒1杯につき1枚です。これハイボールでも何でも、チューハイでも何でもいいです。ビールでもね、すごい沖縄のせんべろ、これちょっと超えたんちゃうかな思うぐらい。で当て、ほとんど先ほどちょっとずっとこう流して見ていただいた当てね、どれでも1品ほとんど1枚ですわ。1枚。僕はビタキムチちゃうで、ビタキムチね、ビタキムチを注文したけど、これね、これすごいよ本当に、びっくりするわ。これコスパ最強ですよ、ね、コスパ最強ですよね、これ、うん、やば。いやこれはね、すごいですわ。とりあえず宝船さんね、ゆうじさんもね、これすごいですよね、はい、とりあえずやってきております。ビールお疲れ様で す。乾杯です。乾杯です。うまい。うまいですね。これ自分で入れるんですよね。そうですね。セルフでね、せんべろなんで。でね、ここのちょっとお得なんかね、2000円買えば9枚とか入れます。9枚。そうですね。9枚もらえるやん、2000円で。やばいっすね。やばいね、一人でね。これを居酒屋さんに行ってもですね。ちょっとありえませんね。変な話、すごい。うん、飲める話ですもんね。これコスパ最強ですよ。これ福岡で博多でコスパ最強ちゃいます、このお店ね。最強やんね、これね。ここはね、かなりすごいですよ。全部ね、チケット1枚なんですよ。これ豚キムチチケット1枚でしょ。これ軟骨唐揚げチケット1枚、美味しいでしょうね、うん、でこれがエビとブロッコリーのなんか炒め物、卵和え、これも250円っていうか、まあ、1枚あたり250円。チケット、これチケットですよ。これね、4枚もらえるんですよ。だからお金、金額に換算すると実質250円ですけども、こんな250円のレベルちゃいますよ。これすごい量もすごいよ。なんか豚キムチがおすすめっておっしゃったんですけどね、先ほどこう並んでる当て見たら、もうどれもこれも美味しそうでたまらないですよね。たまんない。ありがとうございますと言いながら、山寺はここで豚キムチをいただきたいと思います。そう、この角煮感絶対美味しいですね。バラで作るんで、もう超美味しそう。これ角煮ですよ、ほんまに。うわ、うん、今いいとこ気づきましたね。お家じゃバラでするんですよね、豚キムチ。はいはい、薄いやつね。そう、これ美味しそうと思って、絶対食べましょう。今度しようと思って。いただきます。してください。
どうでしょう。うまっ。あーやーい、もう 見た目そのまんまですね。めっちゃ美味しそう。うまい。油の甘みがたまらない。うん、もうこれにこれ、はい、チューハイ、お疲れ様です。完璧です。お疲れです。はい、おいしいのいただきましょう。あ、うまい。うまいっすね。いや、ここすごいわ。うん、これ穴場中の穴場ですね。また雰囲気もいいっすよね。うん、やばい。次にですね、軟骨の唐揚げいただきます。ちょっとね、一味かけました。どうでしょう。あ、うまっ。うまいですよね。うん、軟骨がコリコリとして、うん、まあ、このコリコリ感、なんかカッパエビさん食べてるぐらいのコリコリ感。皆さん多分聞こえてると思うんですけど、うん、サクサク音がきれい。うん、きれい。うまい。かなりやばい。うまいっすよね。うん、宝船いいっすわ。うん、うまい。おいしいっすね。うん、最高。こちらね、エビとブロッコリーの卵炒め。こんなに大きいエビですよ。こんなに大きいエビです。大丈夫これ。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。これすごい大きい。これね、これチケット1枚で大丈夫なんやろかみたいな感じ。あ、プリプリ。いいっすね。これ多分原価割れしてるんちゃいますかね。うん、もうこんな美味しいエビを食べたらもうお酒が進みますよね。完全に進んでます。うん、大変。宝船最高ですよ。うまっ。うん、うまっ。これはちょっと美味しいわ。もう多分ね、あの5人で来てるんですけど、もう20枚で十分ですよね多分。いやいや、本当そうっすよね。うん、飲みきれん、食べきれん、これは無理。うん、もう妙な話、飲み物に対してチケット1枚になる、はい、そうなんですよ。それがすごいですわ。すごいですよね。うん、間違いなく。うん、で、変な話、はい、食べ物もチケット1枚、うん、そうなんですよ。で、変な話、20杯もしくは20品、20品無理です。20品食べるっていう話です。絶対無理ですよ。罰ゲームみたいになりますから、ね。そう考えたらですね、やっぱすごいですよね。うん、すごい。一つの量が多いから。多い多い、うん、量が多い。ほん、うん、2つの持ってたのに、うん、3つはもう、ほんまほんとほんとほんと、それでいけますよね。いやいや、ほんとそうですよね。で、このね、ほんまにこの豚キムチね、ちょっと色がちょっとね、同化して見れないと思うんですけど、アップしてもね。でもこれめちゃくちゃ美味しい。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。うん、もう最高。やっぱこの厚切りの三枚肉、最高。うん、あの薄い三枚、薄切りじゃないんですけどね。味がある。白田があって、うん、美味しいじゃないですか、うん、そっちの方が。あの、うん、油の甘みもたまりません。えこれ、まあ、こちら、エビチリです。エビチリ、これもね、1枚ですよ。こんなね、あの大きなプリプリとした、ね、美味しそうですね。美味しそう。これがね、1枚でいけるから、うん、実質250円で1枚。すごい。いただきます。これちょっとね、ぼやけちゃうね、エビチリなんですけどね。これユージさんだから帽子ちょっとね、かぶってみとか言って、帽子かぶってんだけど、なんか結構どうですか。いや、似合ってます。似合ってます。めっちゃ似合ってます。ほんまですか。イケメンです。イケメン。イケメンじゃないけど、いやいや、イケメンじゃないけど、ちょっとあのエビチリいただきますわ。あ、うまっ。うん、あ、いいっすね。美味しい。美味しそう。うまっ。うん、プリプリのエビで、おー、いいっすね。あの結構チリソースが効いてて、パンチがすごい。なんで帽子かぶってるわ。わかれへんわ。こちらですね、あのガメ煮。ガメ煮ってね、博多でガメ煮っていうのは、まあ筑前煮に近いんですけども、星さんにね聞くとね、鶏が骨がついてるのがガメ煮で、骨がついてないのが筑前煮。これ実は骨ついてるんかなと思ったら、ついてないね、この頃ね。ついてないけど、本格的なガメ煮はこの鶏肉に骨がついてるのがガメ煮らしいです。食べやすそうですね。でもこれも食べやすい。これは全然ね、でも絶対美味しい。ダメに。美味しいの。超美味しそう。ガメ煮のね、鶏ですわ。これ本来は本当のガメ煮はあの骨がついてるらしいですよ。今食べやすくなってますからね。絶対ぼやけてますよ。ユージさんぼやけて、これガメ煮がアップです。いただきます。わ、柔らかくて美味しそうだ。見て美味しい。うまそう。あのごぼうの香りがしてます。すごい。わ、すごいですね。味が損でるんですね、そんだけ。そうなんですよ。あ、
肉自体も肉の出汁も出してるし、うん、野菜からも肉に、うんうんうん、ごぼうの香りが半端ない。メインは里芋なの。あ、そうなんですか。里芋がメインなんですか。食べなか行きましょうか。里芋、僕里芋食べますか。あ、里芋これ1個しかなかったんじゃないことはいいですか。いいです、まあ、里芋里芋めっちゃ美味しい。どうでしょう。里芋最高。あ、いやねっとりとして、ねっとりとさせも、うん、で鶏の出汁と見てたら分かるぐらいめっちゃ美味しそうだ、うんうん、すごっ、こうねっとりとしたね、本当にこのさせも食感、はい、いらないみたいな、はいらはいら、あーすごっ、このねっとりしたもう食感が最高、めちゃくちゃ美味しいよ。画面にこれね、あの筑前煮も美味しいけどまた違うわ。あ、そうですね、筑前煮とちょっとまた違う、違う、でも似てます、似てるけどちょっと違う。あ、もうこのねっちょりねっちょり感がやばいわ、かなりやばい、うまい、最高。下に残る、下に残る、下に残る、あれですよね、はい、お酒をこう飲む、そうなんです、そうなんですよ、うん、しかしね、その前にもこの宝船ではすごいわ、もうこれすごいわ本当に。あ、コスパ最高ですね。コスパが最強すぎるでしょこれ、うん、これちょっとおかしなコスパですよね。九州の正月料理すごいわ、やばいね。僕は九州住むかなみたいな思う住んでください。ほんま住むとこに沖縄、沖縄と福岡博多ね、住みたいですね、2カ所住みたい。いやいや、行ったり来たりしたいです。別荘建てましょう。別荘建てましょうか博多とね、博多と沖縄に別荘建てて、山寺邸、山寺邸で皆さんにね、あの使っていただくという。あ、いいっすね、いいっすね、全然使っていただきたいんやけどね、そこまでね、あのそういうそういう人間になりたいです。皆さんに使って、勝手に使ってみたいな感じでやりたいですまあそんなうまいこといきませんけどね、世の中っていうのはね、言うだけですわ。風呂屋の釜ってやつですね、言うだけ、お湯だけ、まあ、そんな感じでね飲んでますけども、これはちょっとおかわり行ってきますよ。おかわり行きましょう、行きましょう、本当に行かないとダメです。2杯目は、中杯のカシス、うん、カシスソーダです。カシスソーダというかカシスチューハイですね。チューハイベースに、あとね、なんかあのシロップ、いろんな汁を置いていただいてるん で自分でまあ作るんですけども、あの私はカシスを入れました。でちょっと飲むとやっぱカシスの美味しさが出てね、美味しいですよ。もう、うん、これちょっとちょっと飲みました。自分で入れるんでなみなみと入れますよ。もうとらそうやんね、美味しいです。ほんでもうここね、あてが美味しいわね、あのカウンターにね、カウンターに並んでるね、カウンターに並んでる、あの美味しいあてたちがすごいですよね。本当ですね。もうちょっと紹介しきれないんですけれども、はい、どうぞどうぞ、はい、あの南葛の唐揚げ、これは美味しいわ、申し訳ないですけども、こういったあとエビチリ、エビチリであってですね、はい、これは山寺さん大好きな豚キムチ、豚キムチか、そう豚キムチなんだけど、このキムチがね、あの豚がねすごいあったり、まあ、ちょっともうあれへんさ、はい、変わり種ではあるんですけど、あのエビのちょっとブロッコリーがないんですけど、エビとブロッコリーのなんかあのあれです、うん、イリチ的な感じですね。あ、そうそう、イリチイリチイリチ、こんな感じもですね、もう用意して微妙な話なんですが、はい、チケット、そうなんです、安いよこれの、だって1000円で4枚もらえますもんね。そうですよ、ありえないわ、1枚でもらえるぞ。でどんなシステム、このボリュームなんてすごく多いですもんね、はい、多いんですよこれ。びっくりしましたわ、多分これエビチリなんかこれ原価割れてるんちゃうかなと思いますね。いやいや、そうですよ ね本当そうです、ね、こんな大きいエビですよ。でーかでーか、ちょっとアップしたらね、ズームしてこれアップしたらね、ピンボケになるんです。ちょっとなんか知らんけど、エビチリ色がどうかしてるんで、美味しそう、ぜひとも感想をお願いします。なあ、美味しそう、うん、だってプリプリして、僕も食べたい、食べてくださいよ、ね、食べますけど、いやいや、ぜひとも感想をお願いしますよ。僕も食べますけど、後で、うん、エビのプリプリした感じと、はい、うん、あのチリソースのバーン、いいっすね、これ1000円で食べる、ないないない、うん、進む進むですね。これ4枚エビチリ4枚分注文したらどうなるのかな、もうこれ。あ、そっか、そうですよね、これ4杯頼める話ですよね、
4倍は食べれない、食べれませんし、すごいボリュームだと思いますわですよね、まあ、そんなことはしませんけどね、うん、すごい。こちらね、あのカキフライこれもね1枚ですよ、チケット1枚で5個も載ってるんですよ、これありえます、すごいですね、カキフライ、これちょっとカキフライ5個でね、これはすごいわ、これも僕の好きな、分かってるんですよね、分かってます、ありがとうございます、すごい、これ美味しそう、絶対美味しそう、皆さん食べましょう、いただきます、5個ですよ、よだれです、カキフライいただきます、やばいやばい、うまいよ、あうまっ、アクアク、あれ揚げたてで、うん、揚げたてでなおかつ5個も入って、ないチケット1枚ない、絶対安い、どうすか、ないね、ない、ホッシーさん、はい、どうぞ、ない最高、ないか、最高、おいしいっすよね、うん、こんなん、ね、本当にこれね、5個も乗ってチケット1枚でしょ、安い、ということは、うん、え、だからもうすごい数250円以下みたいな感じの音楽で出してる、はい、むちゃくちゃ、まあ変な話、1個あたりあの50円ですね、50円すごい、こんな50円のカキぐらいが食べれるのかっていう話ですよね、はい、これないっすよね、はい、で、さらに僕はこの半分食べかけたやつにさらにタルタルソースをかけていただきます。いや、食べたのは。ああ、タルタルとカキフライがまた合う。合う。最高やん。熱いけど。うまい。うまい。うん。さすが、これもね。うん。美味しいですね。山田さんもですね。ぜひですね。残った。じゃあもう一つだ、実食していただければと思って終わります。これね、ちょっと待って、これ1人前注文した、これ何なんですか、何かこれ鶏、何かカツ、肉に、これすっごい肉かな、これ日本物って、これ1人前注文したんですよね、1人前、これチケット1枚、チケット、え、これ1人前ですか、1人前らしいですよ、どうしよう、何か分からへん、分からへんって、じゃあ何か分からへん、分からへんってちょっとパサつくでしょ、胸肉っぽい、端っこの方食べてから、どうすか、いや美味しいんですよ、でも何か分からへん、鳥、これ味としてはいい感じ、うん、じゃあ土も検証、これ何、これじゃあ欲しい検証、まあ、けど味としては分かんない、まあ、うん、肉は詳しいじゃあこれ、そう、料理人やけんすぐ分かる、肉じゃないと思いますわ、いや肉じゃないじゃなくて肉と思います、鶏胸肉、それを知ってるけど、胸肉をなんか塩麹じゃないけど、なんかちょっと柔らかく漬け込んだ感じ、でもこれあんな大きいのが日本でチケット1枚ないね、ねはい、今日はですね、こちらすごいお店、宝船さんで飲みましたよ、もうね、大満足いたしました、もうめちゃくちゃね、酔っ払いになりました、うん、もう今日はね、あのオープニングは撮ってませんと思います、多分ね、撮ってない、もうオープニングいいです、もうね、酔っ払いになりました、宝船さん最高、あの1000円でね、チケット4枚もらえるんですけど、4枚、あのお酒でもね、あの料理でも全部チケット1枚、ほとんど1枚ですね、もうここはね、無理です、ほんまはっきり言って、沖縄のせんべろですわ、うん、まあ、飲み物も食べ物も何でもいいんですよ、とにかく1枚、チケット1枚ですからね、だから4枚もらえて、
酒2杯飲んで当て2つ食べるのもよし、酒だけ4杯飲むのもよし、酒3杯飲んで当て1品食べるのもよし、すごくね、いろんな選び方、いろんな方法でねできるんですよ。もう結構山寺はもう酔っ払いました、ベロベロです。ということです。いつもね、山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方がいつも感謝しております。ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録していただくとすごく励みにもなりますし嬉しいです。よろしくお願いいたします。皆さん